英語のどの時間です。皆さんこんにちは、英語のどの上川です。本日は音のライフサイクル、ね、ライフサイクルと言いますけども、重要性について話をしますね。例えば M O M で、英語ではお母さんという意味になりますけども、日本語風に言うとマムですけども、英語ではマームというふうになります。ポイントはそれぞれの音に幅があると、ちょっと書いてみますけども、ムって言った時にこの M の音の最初の前半、口が開いたところから息が出ています、ね、でこの中間がありまして、この中間は口が閉じたところです。だからが前半で、んとついたところが中間。そして音の後半はまた唇が開いて息が出ている感じ、ね。ちょっと大げさに言ってみますと、まあとなります。いいですか。あ、すみません。M だけ言いますと、むとなります。次に、この最後の M も全く同じで、むとなりますね。そしてこの真ん中は、これも、ちょっと幅がありまして、ね、はあ、はあ、という感じです。まあ、正確に書くと、突然始まるのではなくて、なだらかな山のような感じで、はあ、はあですね。M も同じですね。M もなだらかな山のようにイメージをしてください。一つ一つ言ってみましょう。む、はあ、む。そしてこれをつなげて、まあ、となります。さて、ここで注意してほしいんですけれども、注意してほしいんですが、特にね、標準語を喋られる方は、声帯がちょっと硬い感じなので、なかなかこの幅を出しにくいんです。で、やってしまいがちなのが、この前半がない人が多い。例えば、む、という時に、ま、という感じで、そうですね、書くと真ん中からだけ始まってしまうんですね。こんな感じでね。真ん中と後半は出せるけども、この前半がない、まみたいな感じでね、それのコツですけども、わざとこの前半の部分でため息を加える感じにしてください。ですか、ため息、カタカナで書く、ため息。あれ、実際はどの音を言う時も、音のどの部分を言う時もたくさん息が出てるので全部ため息なんですけども、まあ、でも特に忘れがちな音の前半でため息を入れるようにしましょう。すると、まあまあですね。で、この後半の M も唇がつく前半のところでため息を加えてください。ここでため息を加えてください。ね、いいですか。ここでもね、いきますよ。すると、まあまあ。となります。コツはたくさん息をすることですね。それではですね、違う例で言ってみましょうか。男の人、あるいは人類みたいな意味もありますけども、man、ね、M はもう言いましたし、この真ん中の A ですけども、A と発音します。man ね、A と発音します。N ですけども、これもですね、まあ、山のようにイメージして前半、ね、N を発音するときに、口の中で下が口の屋根につくまで、ね、っていう感じですね。ね、で下が完全に口の屋根についた部分がこの真ん中、そして下が外れて息がガーッと出てきる感じ、ね、みたいなね、ね、後半となります。この前半のところで特に標準語を話される、発声の硬い方はここでため息を入れる、ね、で、ため息を入れてください。すると man man となります、気をつけて、 M もそうですよ。 M の前半もここでため息を入れてください。いいですか、man。で、鏡を見てですね、実際にこの口がため息を入れるところで開いてるかどうか。man。わざと間違って言うと、man
man ってね、前半がない人がたくさんいますので man、ちょっと一個一個あのね発音してます。 M だけで言います。 m、 母音は a、 そして N は n、 m、 a、 n で man となります。もう一個練習しておきましょう。ゲットの過去形 got、 ね、G のところね、前半がため息を入れてください。ググで、I will のああで、 T も直前にため息を入れる感じすると got got となります。まあ、このような感じでね、練習してみてください。個々の音にライフサイクルをつける、つまり幅を持たせる、前半中間後半ということでした。英語のどのウェブサイト、ぜひ来てみてください。英語のどまた明日。